そうは見えないって。みんな言ってるっす。でも暑いっす。ほんとっす。団長、時々休憩して水分補給するといいっすよ。私、私は平気っす。常に燃えているっす。 いくら冷たいものを飲んでも、私のこの熱い思いが冷えることはないっす。魂は、あの夏の太陽のように燃え盛るっす。また夏がやってきたっす。きっと忘れられないドラマが、今年も繰り広げられるっす。 団長花火見に行きましょう空に花が満開で、その時だけ照らし出される恋人たち、とってもロマンチックですよね <laughs> キスしてる時に明るくなったら、どうしましょう暑くても笑顔笑顔って言いたいですけど、無理は禁物ですからね。 団長、すっかり暑さにやられてしまったようだね。そこで提案だ。私の研究室には生体保存を目的とした氷室があるのだ。身の安全は保証できないが、それでよければ涼みに来るか海水浴無論言ったことなどない。 しかし、そうだな。君が誘うというのならば、足を運ぶのも、やぶさかではない。海には、独自の研究対象も、多く生息しているしな。ふぅ、すっごい日差し。噂には聞いていたけど、なかなかだわ。でも、 こんなんで凹たれる私じゃないんだから。夏ってどうして急に雨が降り出すのよ。びちょびちょになったら大変じゃない。あなた、傘を用意しておいてね。団長、見て。水着、新しいやつ、買ってみた。似合うえ どうして黒のマイクロビキニ買って <laughs> 私みたいなちびっこがこういう大人な水着を着せられてる。その背徳感に男の人は弱いってお勉強したから。ねえねえ、知ってるバナナオーシャンにはね、ヌーディストビーチっていうのがあるらしいの。 お休みが取れたら、私と一緒に行こう。浜辺で、団長とすっぽんぽんになって遊ぶの。きっとすごい解放感。あ、もちろん、他のフラワーナイトがいてもいい。みんなも裸で。うふふ。団長、お顔、真っ赤。<laughs> がバーンスイカもバーン夏到来にゃー団長さん遊ぼう遊ぼう遊ぼう仕事なんてほっぽり出して飛び出そう夏は遊ぶためにあるんだって誰かが言ってたにゃうう氷漬けのお魚食べたらお腹壊したにゃ アイスと同じ要領でいけると思ったら行けなかったにゃー。夏の姫様はキラキラと輝いているんです。それに引き換え私は、はあ、少し夏バテ気味です。海水浴に行くからっと、 水着の用意を命じられたのですが、ど、どうしましょう。水着なんて持っていません。あの、よかったら見立ててもらえないでしょうか。団長殿になら安心してお任せできますので。団長様、暑さにやられていませんか あまり無理はしない方がいいでしょう私、冷たいものを持ってきます何がいいでしょうか青い空まるで海みたいですが海と違って落ちる心配はいらないので心は穏やかですね暑いからって露出は増えませんよ 出しても無駄ですあなたに合う水着はほとんどないって言われました。これも胸のせいです夏と言ったら怖い話。私は、究極カレーが怖いわ。あれ、辛すぎない あの究極カレーのことを考えると、背筋がゾクゾクしてきちゃうのよ。夏は暗くなるのが遅いわね。早く夜になればいいのに。え夜になったら何するかって決まってるじゃない、そんなの。お兄さんと一緒に。これ以上は夜になってから教えるわ。 奇境が言っていましたが、この季節は死者の魂が帰ってくるそうです。いざその時が来たら、どのような顔をして迎えればいいのでしょう。かける言葉も見つかりません。彼女が言うには、元気な姿を見せるだけでいいそうですが、難しいものです。バナナオーシャン出身ですから、 暑さには慣れていますが、それでも暑いものは暑いです。ましてここはあまり風通しも良くないみたいですから、木陰の方が涼しいかもしれませんね。団長さん、暑そうですね。あ、私は別に平気です。慣れてますから。えっと、何度か水着になったことはあるんですけど。 周りの視線に耐えられなくて…ふんふんふん…うわっどんじさんい、今の聞いてました <laughs> その顔、聞いてましたよねす <laughs> みません… あの、私汗臭くないですか？恥ずかしい。お昼とは違い。夜は涼しいですね。風鈴の音と虫の声、そして夜空の月。風流で心が洗れます。 夏は開放的な季節、なんて言うわよね。溜め込んでいることも、太陽に炙られると、口にしてしまう。団長になら、私も思わず、何か言っちゃうかもしれないわね。団長、ひどいマ。 熱帯夜だったから眠れなかった無理しちゃダメだからね。暑いのには慣れているのだけれど、別に我慢できるだけで暑くないってわけじゃないのよね。というわけで、ちょっとあなた、私に冷たい飲み物持ってきてくれる嫌とは言わせないわよ。 団長さん、私と海に行くわよ。私がビーチに出ると男どもが寄ってくるから近づけさせないようにしてちょうだいね。ふふ、私の水着姿を間近で見られるのはあなただけなんだから光栄に思いなさい。着物よりもこちらの方がさすがに涼しいですね。 それだけ肌の露出が多いということでしょうか。あ、あれつまりそれって、え、えっと、団長さん少しその、視線、そらしていただけると。もし夏季休暇が取れるようでしたら、一緒に、バナナオーシャンのプラタノに行きませんか あそこには、両親がプレゼントしてくれた私のコテージがありますから、お宿の心配はいりません。その、夕日も綺麗ですし、えっと、どう、でしょうか。ああ、マ、ま、リお姉ちゃんのお茶が飲みたいなー。冷たいのでも美味しく入れてくれるんだよ。でも、 団長のお茶を入れるのは千両でした残念海水浴にでも行きたいね今までは万両姉ちゃんとオイルを塗りっこしてたけど、今回は団長に塗ってもらおうかなはぁ、あ、暑い。団長さんも暑そうですね。 もっと私に力があったら、この暑さも吹き飛ばすことができたのに。<laughs> 団長さんごめんなさい、不がいない私で。海ですか行きませんよ行かないですよね。だって、団長さんのスズランが他の人たちからジロジロ見られるのは、団長さんだって嫌でしょ 暑いなら暑いってちゃんと言う。フラワーナイト桜との約束よ。団長さん、夏バテは大丈夫もしダメそうなら、って、こんな風に聞いたら団長さんは休んでくれなさそう。<laughs> だから、私が判断しちゃうわね。無理だって。 って思ったら強引にでもベッドに連れて行きますから団長さん大丈夫ですか喉、乾渇いたりしてませんか私冷たいものを持ってきますわー、すごいおっきな乳道雲です すごいですね。まるでパンちゃんみたいです。うぅ、ん。どこぞ高原にでも行きたいの。家の別荘がまだ残っておればよいが。確認が取れたら団長に教えるゆえ、準備はしておくのじゃぞ。拒否は許さぬのじゃ。 夏は死人が帰ってくる季節じゃ。もしわしが死んだら団長の家に出ようかのう。扉を何度も叩いて開けるように催促してやるのじゃ。そうなったら。<laughs> 団長はなんとする。もしや主様。私は？ 暑さを感じない、とお思いですか <laughs> そんなことはございません。隠しているだけ、にございます。信徒滅却すれば、日もまた涼し、と言います。達成するのは、難しいものですが。 暑くなると、他の女の露出が増えますね。そうだねって。団長さんまさか、他の女のこと見てるってことですか私がいるのに、どうして平気でそういうことができるんですか暑いなら、服、脱いでもいいですよ。その代わり、私しかいないところで脱いでくださいね。 だって団長さんは私だけのものですから見ていいのは私だけです暑いけど生き物が一番元気な季節だよね負けてられないよね夏休みの間は絵日記にしようかなページがすぐなくなりそうだけど 団長はその、女子の水着の着替えとか、の、覗いたことある男なら必ず通る道だって前に父ちゃんが言ってて。えっと、参考までに、どう興奮するのか、教えてもらえないかな、かな。夏の空は急に泣き出しちゃうからね。 いくらムシムシしてても、福ちゃんはレインコート脱がないよ。苦しみの数だけ人は強くなれるのかもしれないわね。って、何かいいこと言ってしまったみたいで、尺だわ。団長ももっと苦しみなさいよ。そっちの方が可愛いわよ。この世界、 金があれば何でもででもきるんでしょうじゃあどんな手段を使ってでも集めた方がいいわねはあ水着買い替えないといけないみたいです前に買ったのが入ると思ったんですけど胸がきつくなってしまっていて。 よかったら、選んでくれませんかその代わり、団長さんのは私に選ばせてください。うーん。熱くてうまく考えがまとまりません。こんな時は、かき氷です。ふわふわで、雲みたいなかき氷。 早速食べに行きましょう。私は外を歩くのが好きなのですが、しょっちゅう出かけては迷子になってしまいます。特に最近は暑いので、三角サボテンに怒られるのです。だから、今度お散歩にお付き合いいただけませんか 団長さんと一緒なら迷わないです。多分。今日も暑いですね。何か仰ぐものはないかしら。えこれですかあ、これで仰げますね。さすが団長さんです。ありがとうございます。 <laughs> 団長さんも仰いであげますねそうよそうよあ,あっちいですねでもこの暑さを楽しむ方法を見つけました見てください 夏の暑さに、お美しい方々が、どんどん薄着に。むっ <laughs> 太陽もっとだもっと燃えろー団長さん夏なんですから、海海行きましょうあれ、別に、水着姿の、お美しい方々を眺めたいとか、そういうんじゃないですからね どうしたの暑くて具合悪くなってないベッドならいつでも空いてるわよ。だって、団長さんの分は常に空けてあるから。それはもちろん、団長さんにゆっくり休んでもらいたいからよ。決まってるじゃない。ちょっと休みたい時は、私に声かけるのよ。 こう暑いと団長さんへの思いも燃え上がってくるような気がするわ。この暑さじゃ、どうせ害虫もきっとバテて出てこないわよ。今日は私と一緒に、涼しいところでゆっくり休みましょう。でも、私といたら暑くなっちゃうかもしれないわね。ふふふ。大体のことは気持ちで治る。 でも、この暑さはそうもいかなそうだ。体調が悪くなってからじゃ遅いから、こまめに水分は取っておくといいね。何か持ってこようか夏は太陽が照っていていいね。バテない程度にしっかり運動しよう。えどういう運動をするかってそうだね。じゃあ、 私と鬼ごっこでもする二時間ほどぼーっとしていたら倒れてしまいました。考え事は室内でやってほしいですか <laughs> そうですね。でも悩み始めるとは止まらないのです。 夏に美味しい食べ物って、アイスとか、スイカとか、いろいろあるはずです。それなのにどうしてアルストロメリアさんは、カレーを持ってくるんでしょうか。おかげで、汗びっしょりです。夏なんて誰が考えたんだろう。暑くて何もやる気が起きんないよ。 いや、涼しければあたしだって頑張るよ。でもこの暑さでしょこんな中ひーこら働くなんて体に悪いよ。みんな海とか山とかこの日差しの中よくもまあ行きたがるよね。あたしは日差しが大嫌いだから、どこにも出たくありません。涼しい部屋でのんびり。 これが一番だよ。サムスイズンハートもボディもベリーホートですえへへ団長さん、確認してください !I'm singing the r a i n 夏の空はすぐに泣き出しちゃいます。けど、 団長さんとならわたしきっと楽しくなれると思います。あついあついと言っていてもはじまりませんよ。しんを滅却すればひもまたすずしです。どうしてもあついというのなら団長さんいっしょに滝にでもうたれにいきますか。風鈴のおとが風流ですね。 澄みきった音が心に響くようは,はあし失礼しましたその落ち着きすぎてつい眠気がはい浸ン滅をすれば火もまた涼ししっていうじゃないあれってある程度の温度までは適用できるわよ 少なくとも、床に這いつくばって、暑い暑いとなってるよりは、マシだと思うわ。万寮と千寮のご実家から果物をいただいたわ。それも、あのアカシア隊に輸送してもらってね。やっぱお金持ちはやることが派手よね。